今ファンになっておけば10年後高3だよ。皆さんこんにちは、トミックです。今回やってきてるのは東京駅でございます。なんでね今回東京駅に来たのかっていうと、ちょこちょこやっぱリクエストあるわけですよ。東京駅の海鮮扱ってるところとか回転寿司とかそういうのをやってほしいとか。東京駅って言ったらさ、もう新幹線が地方から止まるところじゃないですか。だから需要はねあると思うんですよ。ただ俺自身ねそんなに東京駅に魅力を感じないというか、まあ、うつうつ感づいてる方はいると思うんですけど、 JR の最寄り駅が東京駅なんですよ。元々は築地市場で仕入れしやすいように東京駅周辺に、まあ、引っ越してきたんですけど、築地市場がなくなって豊洲市場になって、ちょっと交通の便が大変だなってなったけども、最終的にはねやっぱこう一番巡りがしやすい東京駅結果良かったっていう。全国新幹線乗っていろいろ行くのに、お前な東京駅までなんかすごいアクセスいいなみたいな。それは最寄りなんで。今までやった駅シリーズっていうのは小山駅、金沢駅、博多駅と、回転寿司をやったので、今回ですね東京駅周辺の回転寿司皆さんに紹介していこうと思うんで、絶対にグッドボタンとチャンネル登録まだの方登録お願いします。東京の回転寿司ってやっぱ全国の美味しいところが集まってるんで、ぶっちゃけ外れはないんですよね。俺行ったことないけど。ということで今回は東京駅でございます。皆さんが地方に住んでた場合でも旅行に行くときに何かしら経由するであろう東京駅。多分東京駅に来た人はいないと思うんですよ。さすがにね。よっぽど地方とかにこもってるとかじゃない限り。こっち側が八重洲口っていうところなんですよ。主に大丸とか、目の前に最近できた東京ミッドタウン八重洲ってところがあるんですよ。この中は商業施設だったり、バスターミナルも地下にあるんですよ。なのでここから高速バスがあったりします。それと余談なんですけど、ここは東京駅の日本橋口という八重洲口と丸の内口の間にある入り口で、ここもバスターミナルになってるんですよ。東海道新幹線使う方は16号車に乗るとすぐにここに出れます。こっち側が丸の内側です。先ほどの八重洲の反対側です。よく地方の TikToker が東京来たよでここで撮ってます。基本的にこっち側ほぼビジネス街です。あとは丸ビルだったりいろいろあります。マップ見た感じ結構いろいろ面白そうなところあるなと思ったんですけど、この動画の評判次第でまた東京駅シリーズやろうかなと。何より個人的に撮影が楽だしね。とりあえずですね、東京駅着いたらじゃあ回転寿司食べてみたいなって思った時にどこがあるかっていうのをこれからちょっと決めたいと思います。3店舗ぐらいかな、はしごしようかなと。で回転寿司で言うと、羽田市場、グランスタにあるところで、カンタロー、これ新千歳空港にもあった北海道の回転寿司ですね。それと切手にある根室花丸。てか北海道の回転寿司だな、ほとんど。逆を言えば北海道の回転寿司を東京駅で味わうことができるわけですから。てか回転寿司はこの3店舗しかないみたい。とりあえず1軒目はこの切手という建物に入ってる回転寿司根室花丸です。ちなみに根室花丸は北海道編で函館で行ってるので、そちらと合わせてみると比較がしやすいかもしれないです。ちなみに場所的には丸の内から信号を渡ってすぐです。来ました、根室花丸。ちなみに現在17時ピッタ、それで街が23組やばいっすね。それだけ人気ということ。根室花丸を本場の北海道と東京はしごしまくってどこが一番美味しいかみたいなのやりたいけど、まあ重要次第っすね。営業時間の方は11時から22時と中休みはなさそう。初っ端に根室花丸やっといて正解だ。これ2軒目3軒目になると多分待ち時間がもっと長くなると思うんですよ。まだ5時の時点で23組待ちですよ。最近の回転寿司っていうのはバーコードをかざしたら、このなんかスマホでもうそろそろ時間ですよみたいな感じで教えてくれるんですよ。なのでとりあえず待ちます。今171番呼ばれたじゃないですか。自分の番号が179番。ちなみに現在30分待ってますからね。だから間違いなく18時とか19時に行ったら死にますよ。ということで大体1時間ぐらいで入ることができました。店内はほぼカウンターで、奥の方にテーブル席がポツポツある感じでした。そしてここはお寿司が回ってるタイプ。寿司の皿が150円、260円、360円、480円と。っていうかややこしいから税込み価格を大きく書いてほしいよな。メニューはレーンの奥にありました。立ち食いの方は1貫ずつの注文なんですけど、ここは2貫でこの値段なので、回転寿司の方が安い。だけど待ち時間って言うと、立ち食いの方が10倍ぐらい早いです。まあ、ここは寿司も回ってるんで、物が分かりやすいですよね。
おすすめ五感とかなさそうなんで適当に看板商品的なのを選びます。本日の汁物はこちら、花咲ガニの鉄砲汁、ゲンゲ汁とかちょっと個性がある汁物です。だいたい300円から500円ぐらい、それと期間限定のもの。これ東京と北海道で違うのかな、それも気になりますよね。注文は例に載ってなかった場合、紙があるのでそれに書いて中に店員さんに渡すシステムで、湯飲みは例にありました。本当は前の函館のあったやつと同じやつ頼みたいと思ったんですけど、日清なかったんですよ。そして外国人観光客がめっちゃ多いです。とりあえずいくら包み来ました。これは480円皿で税込み528円。前の根室花丸の時のコメントでこれを頼めと書いてあったんで頼んでみました。こんな感じで食べるのかな。経験上かじるといくらこぼれるので一口でいきます。これは粒大きめのいくらで、いくらをじっくりと味わいたい人にはすごくいいかも。それと海苔がかなり大きいので、いくらの風味が海苔で上書きされちゃうかもしれない。これが煮穴子、税抜き360円。一般的な回転寿司って感じですよね。でこれは函館の時と比べるとだいぶいいです。ちなみに税込み396円なんで、函館の時より20円ほど安いです。やっぱり店舗によって値段も違うみたいですね。まあ味はそこら辺の回転寿司で食べる穴子でも、穴子自体は柔らかくて温かいんですよ。それでシャリの存在感が強い。大体の回転寿司の穴子冷たいけど、それがここでは温かいという、それだけ。やっぱり混んでるのと紙に書いて渡すシステムなんで、注文してから出てくるまでかなり待ちますね。かといって流れてくるやつもお決まりのものばっかりです。ちなみに平日です。それとあの締めサバ頼みました。でサーモンが来ましたね。286円のやつ、身はかなりでかくて厚みもある、まあよくあるようなやつですね。ちなみに生サーモンじゃない方、確かに美味しいっちゃ美味しいんですけど、まあ普通ですよね。このサーモンやっぱり店に入るまでに1時間、注文して来るまでに5分10分、それ考えて食べるとまあ普通じゃねってなっちゃうよね。で注文したのが来ないので先に紙に書いて渡しちゃいます。これがレモン汁をかけたおすすめの締めサバ、286円。これすごく美味しそうで、上に薬味がちょっとかかってる。これはサバのジューシーな脂を感じるし、肉厚で、しかもお酢感もあまり感じないんですよ。そしてほんのりと柑橘系の香りが口の中で広がります。これ美味しいです。なんか締めサバ苦手って人がこれ食べると価値観変わるくらいには美味しいです。これが260円皿なんでかなり安いですよね。全部こんな感じのクオリティなら並ぶ価値はあるんですけどね。まあそういうわけにもいかんか。でこれが2階建てホタテってやつです。1貫だけのやつで360円皿、ホタテは2個分、シャリの量は同じですね。これは一口で食べるのはもったいない。このホタテはどっちかというと淡白なタイプで、貝柱の繊維が目立つタイプです。で個人的には重ねるなら柔らかい濃厚なホタテの方が満足感はあったかなと。それと先ほどのしめサバがレーンで回ってたんで取っちゃいました。好みは分かれると思うけど、やっぱり人気店なだけあってネタは美味しいです。そして卵焼きが来ました。マジレスすると最初の方に頼んでたやつで、もう来ないからもう帰ろうと思ったタイミングで来ました。結構時間かかりましたね。サイズ感はこんな感じ、よくある卵焼きの握りです。これが165円か。それとカツホッキ頼んでたんですけど、もう来ないんで帰ります。生サーモンのパフォーマンスしてますね。多分これ頼んだらすぐ出てきますよ。今回締めサバはかなり美味しかったです。食べ終わったんですけど、もうすっかりとね日が暮れてしまったと。夜の東京駅ですよ。ちなみに、7皿で2300円でした。どっちかっていうとこれ根室花丸って、まあ、回転寿司なんだけどネタに個性を出すというか、ホタテのやつもそうだし、オクラのやつとか、まあ、しめサバだったりとか結構個性を出してたなっていうところではあります。あとやっぱ季節によってネタが変わったりとかっていうのもあるので、そこはいいかなと。ただ、まあ、やっぱ30分1時間2時間と待つんですよ。まあ、他行ってみましょう。ということで2軒目はですね、ここのグランスタ東京というところの地下にあるんですが、なんとここのすごいところは駅の改札の中にあるんですよ。ということはどこか行く途中とか、ちょっとお昼食べよう、夜ご飯食べようで改札から出ずに行くことができるんですよ。そして2軒目の回転寿司、根室花丸と違って全然混んでないです。穴場ですよ。羽田市場という回転寿司、値段の皿も結構幅が広いというか、そんな感じ。安くて170円、高くて700円800円とか、まあ、値段で言うと先ほどの根室花丸よりはちょい高いかも。でちょっと調べたことあるんですけど、この羽田市場って新鮮な海鮮を羽田から空輸するとかしないとかでそういう名前になったとかなってないとか。営業時間は10時から22時前後、店内はほぼカウンター型の回転寿司、スシローとかに近いかな。目の前で職人さんが握ってくれるタイプ、裏でもチロチロやってるのが伺えます。注文はタッチパネルで寿司は回ってません。おすすめがあるのはいいね。あーでも結構高いですね。
回転寿司にしては。でも見た感じ赤酢のシャリ使ってますね。大体無難なものを頼むと一皿400円から500円、なんかセットみたいなのがあるのが一番楽なんですけどね。ここに食べ盛りの中学生高校生なんか連れてったら破産しちゃいますね。子持ちの方は気をつけましょう。これとこれにしようかな。合計6貫なんでね、光物3貫と彩り3貫、合計これで1300円。値段感は富山の回転寿司に近い。ウニ1貫850円、イクラは700円。回転寿司の皮をかぶったノーマル寿司屋。てか回転寿司とはって最近思うんですけど、皆さんどう思います？それとトロテッカ、これ頼みます。850円、結構するなー。これ予想だけどお客さんがあんまりいないのは値段の関係かな。ただ結局これも考え方次第だよね。根室花丸は安いけど1時間2時間並んで食べるか、ちょっと高いけどすぐ食べられるかっていう、まあ好みもあるけどね。あとお茶は粉タイプ。早速光物3貫来ました。結構早かったです。アジ、イワシ、しめ鯖。寿司の形はこんな感じ。値段が高いだけあって回転寿司感はそんなにない。これがアジ。しめ鯖ですね、これはお酢で締めすぎた身の食感がある、繊維のような。でもお酢感が強いわけではない。やっぱさっきのしめ鯖が美味しかったからなって考えると劣りますね。シャリはちょっと柔らかめです。でもネタの存在感の方が強かったのか、あまりシャリは感じなかったです。アジですね、これは身が柔らかくて滑らかな食感というか、まあ、美味しいです。でシャリがちょっと大きいな。でもあまり主張は強くない。なんか上品。イワシも薬味乗ってたけど別に青臭さも感じなかったし、程よい脂が乗ってて美味しかったです。なんか回転寿司にしては特殊というか、まあ、回転寿司と思って食べるとクオリティは高いかも。まあ値段は高いけどね。あとガリが甘めでした。これが彩り3貫。マグロ、サーモン、本日の白身。これは何だろう、ブリっぽい。これはかなり脂乗ってますね。身が厚めなんで食べ応えもすごい。そしてシャリがちょい小さめ。本当個性出てますね。でこれがサーモンで、サーモンだけで見るとさっきの根室花丸より美味しいかも。ネタも厚めで脂もしっかりと感じる。だけどシャリもそんなに大きくないです。でマグロはあっさりしてる身だけど水分はあまり感じなかったです。まあ普通の美味しいマグロのお寿司って感じでした。そしてこれが850円のトロテッカ。トロが入ってるんですよ。絶対美味しいぞこれ。まあ、トロ美味しいんですけど、まあ、シャリと海苔で中のトロが押しつぶされてる感があるというか、なんかその風味的にトロ感じるんだけど、あまりこうトロ食べたぜとはならないかもしれない。それだったら握りで食べた方がいいかも。あくまで個人的な感想だからね。これが400円とかだったらまた頼むかもしれないけど、850円は高く感じちゃうかな。ここも普通に美味しいです。ついてるし、ただちょっと値段はします。合計が2150円でした。3分の1は巻物の値段です。値段感はあれはあれでありだなって、そのやっぱ並びたくないとかそれあるじゃないですか。改札でなくても行けるんでっていう意味ではありかもしれない。3軒目行きましょう。寿司ローもあるんですよ。でも寿司ローはさすがにさ、いいかなって思っちゃって。寿司ローも知ってるでしょ、多分同じよ。ということで3軒目は東京駅一番街。一番街はこんな感じで、2階と地下1階が飲食街で、主にラーメンがメインですね。ちなみに一番街は八重洲口から行くと近いです。ということで回転寿司のカンタロウ。ここもそんなに並んでなくて、隣のちいかわランドがめっちゃ混んでます。基本的に時間は同じ。で、メニューはこちらですね。まあ、根室花丸より30円ほど高いのがここって感じですね。秋のおすすめはヤリイカが売り切れと。まあ、こんなもんか。店内は開けたタイプの回転寿司って感じ。職人さんが中で握るタイプみたいな。でもシャリ機で出てきます。ここも注文はタッチパネル。おすすめ見た感じ、やはり北海道の回転寿司というだけあって、北海道で見たようなものが多いです。ニシンもありました。アナゴが1貫で359円。でもここはちゃんとした税込み価格で表示されてます。とりあえず一押しっぽいこれにするわ。税込み418円。回転寿司って考えるとまあまあしますね。最近マジでガリが好きすぎて、自分が座った席のガリを全部食べ尽くすみたいなことしちゃってますもん。今流行りの回転寿司での迷惑系ってか。でも美味しいガリって食べちゃいません？皆さん食べ尽くしちゃったことありますか？そしてカウンターロールが来ました。とびっこ、サーモン、キュウリ、マグロ、上にイクラがチロチロ、それが2つ。シャリの存在感はもちろんのこと、サーモンの脂がいい感じに効いてて、キュウリととびっこで歯ごたえ出してる感じがいいです。それでマグロも相まってかなり美味しいと思います。まあでもこれはお寿司食べてて休憩がてらに間で挟みたいやつです。で人気3種、
サーモン、縁側、甘エビ。なんか微妙じゃね？サーモンに関しては、多分スシローとかで同じの出しても気づかない自信あるわ。なんなら当たりのスシローより微妙な気がする。縁側もネタに存在感のある寿司。ネタも厚くて程よい重さもあるんで好きなんですけど、ネタが大きくなったスシローですね。それで割とシャリの存在感が強いなって。ただふんわりしたシャリなんで、食べやすいっちゃ食べやすいです。甘エビに関しては、わさびがほんのり効いてました。そして、しめ鯖頼んでみました。これは期待できそうじゃない？なんか、1軒目と2軒目の中間みたいなしめ鯖。シャリ大きいけど、ネタも大きいんで食べ応えはすごかったです。普通に美味しい。でも、418円か。結構するな。これでだいたい1300円ぐらいでした。細かい値段、レシート見忘れちゃった。皆さん、今回どうでしたか？ぜひ、コメント欄で意見を書いてください。今回は回転寿司3軒行ったんですけど、この動画の評判次第で別の東京駅シリーズやろうと思ってます。まあでも東京駅ってね、でも需要がありそうで、どうなんだろうなっていう近所なんでね、非常に帰りやすいです。終電とかないんで、毎回みんなが見てくれてグッドボタン押してくれるおかげで、こういったね、動画が続けられるので、今後も継続するために、絶対にグッドボタンとチャンネル登録お願いします。イエーイ。